どうも、ピアニストの長嶋達也です。僕バカなんで、朝の3時まで寝ないで待って、今、ファイナル全部聞き終えました。もう明け方です。素晴らしかったです、3人とも。神井さんもものすごく素晴らしかったし、アントニアさんも、それからジェイレンさんもみんな素晴らしかったです。当然僕の気持ちとしては、神井さんに勝ってほしい。で、誰が勝っても正直言っておかしくないんじゃないかなと思います。一番のこのファイナルでの、サプライズは、プロコフィエフの3番を弾いた、なんだっけ。ごめんなさい、もうだいぶ脳みそが疲れてて、ずっと寝てないんで、中国からの、アントニオさん。彼、プロコフィエフすごく上手に弾きました。これはどう転がってもおかしくないんじゃないかなっていうくらい上手に弾いたんで、もしね、コンチェルトだけで判断するのと、それから1時、2時、それから、準決勝全部の総合で審査するの、だいぶ結果が変わってくるんじゃないかなって思わせるほどの名演だったと思います。で、もちろん亀井さんは本当に力強い、本当に二十歳だけでね、こんだけ技術的にしっかりして見せつけられる、それで情熱的で力強い演奏ができるというのは本当に素晴らしいなって思いました。最後のジェイデンさん、ラフマニノフの3番やはり弾いたんですけれども、彼素晴らしかったです。音楽的に特に亀井さんがああやってがっしりとした力強い演奏をした後での、こういう、なんていうのかな、音楽の、細かいところを見せつけるようなこともできた演奏なので、余計に目立ったんじゃないかな、彼の良さが目立ったんじゃないかなって思いました。でね、僕は一つだけ、残念だなって思ったことがあります。それは、これ僕ほら、みんな僕のぶっちゃけ意見を期待してると思うので、誰を悪く言うとかじゃなくて、オーケストラ、ちょっと残念でしたね。オーケストラのクオリティがあまりにもプロのレベルとしては低すぎる。今回のオケの弾き方で、最初亀井さんが弾いてる時にオケを聴いて、わあ、このオケちょっと正直言ってひどいなと思いました。特にね、これね、国際コンクールのファイナルで、例えばクリーブランド国際コンクールはクリーブランドオーケストラ、今度行われるバンクライバンはフォートワース交響楽団、もうとにかくいろんなコンクール、ね、国際コンクール、大きいコンクールのファイナルってそれなりのオーケストラなんですよ。それが賞のうちの一つでもあるんですよね。ファイナリストは全員そういう素晴らしいオケと共演できるっていう、それプラスそこまで頑張って、そこまでレベルの高い演奏者たちなんで、やっぱりそのバックアップをするオケもね、それくらいの、やっぱりレベルがなきゃいけないんじゃないかなって思うんです、僕は個人的に。で、主催者がもうちょっと、オケ考えてほしかったなって正直思いました。このオケね、実はユースオーケストラって書いてあるんですよ。で、だけどね、ユースオーケストラにももう、すごいいいレベル。ユースオーケストラって言ったって、見た感じそんなにめちゃくちゃ若い子いませんでしたよね。だからもう本当に大学生とか高校生とか、で、その中に大人も混じってるんで、例えばほら、ドゥダメルのボリビアのユースオーケストラ、あれ本当にもう、プロ顔負けの演奏ですよね。ドイツグラモフォンから CD 出してるぐらい。それから、日本だってほら、タクティカートとか、反田さんのジャパンナショナルだって、あれだって正直言って若い子たちを集めてる。反田さんのジャパンナショナルはそこまでユースって呼べるほど若い子じゃないけど、やっぱりユースでも今世界中でものすごくレベルの高いユースがあるんで、彼らが下手くそとは言いません。ただ、ソリストの邪魔をしないぐらいのレベルは主催者の方がちゃんとやってほしいと思いました。亀井さんの演奏を聴いてる時にもすぐにそれが気づいて、ただ亀井さんのしっかりした演奏で、亀井さんはそこからあまりダメージを受けてないなって思いました。
で、僕が心配になったのはアントニオさん。特にプロコフィエフね、すごくしっかりしたオケじゃないと難しいんじゃないかなって、アンサンブル難しいんじゃないかなと思ったら、すごくこれもサプライズだった。アントニオさんが一番、一番ではないけど、アントニオさん大丈夫でしたね。オケが結構、ちゃんと、邪魔をしないって言ったら失礼だけど、そういう演奏してたので。一番今回のオケに被害を受けたのは、僕、ジェイデンさんだと思います。最後のジェイデンさん。ジェイデンさんの細かいニュアンスとか、細かいって言ったってめちゃくちゃ小さいことしてないんで、ちゃんと、コンチェルトのソリストとして通用するような細かさ。それでも、オケがもう全然、なんていうのかな、そのジェイデンさんの変化に気づかない。ついてっていない。やっぱり、共演、競争でしょ？一緒に何かを奏でなきゃいけないのに、それができてなかったのが僕は本当に残念でしたね。だけど、審査員ってそういうの絶対分かってますし、審査員はみんなプロのピアニストなんで、ピアニストとして活躍してきた人なんで、そういうのもすぐに分かるんで、それが審査に響くことはないんじゃないかなと思ったんだけど、一般の観衆の人たち、聞いてる人たちね、誤解をいっぱい生むんじゃないかなとは、ちょっと心配になりました。では、僕のぶっちゃけの、予想を立てます。ジェイデンさんが一番じゃないかなって僕は思います。亀井さんに勝ってほしい。もちろん僕日本人だし、亀井さんを応援してるんだけど、みんなが聞きたいのは僕が応援してる誰かじゃなくて、僕の、正直な意見だと思うんで、僕がもし全然感情ゼロにして審査してたら、僕はジェイデンさんを1位にします。カナダ人のジェイデンさんですね。で、2位がね、難しいなと思いましたね。特にそのラフマニノフ3番をね、比べちゃうっていうのが、すごく難しい。プロコフィエフと比べるのが。でもね、僕中国のアントニオさんの、その、プロコフィエフの演奏は、予想外にびっくりするくらい良かったです。あんまり期待してなかったから、なおさら、そういうふうにショッキングだったのかもしれないけど、すごく良かった。もし、正直言ってね、3人誰が優勝してもおかしくないんです。ただ僕が審査をしてたらどうなるかなっていうその意見なんで、怒らないでくださいね。ジェイデンさんが1時で2位、もし1時2位、いや1時2時準決勝全部を合わせて考慮するなら、間違いなく亀井さんだと思います。僕だったら。もし、どういう方針なのかわからないし、どういう、説明を審査員が受けているのかわからないけど、コンチェルトのこのファイナルだけで審査するなら、そういうコンクールもあるんで。そしたら、コーツつけがたいけど、多分、中国人のアントニオさんにみんな偏るんじゃないかなと思います。このね、アントニオさんと亀井さんを比べたときに、僕やっぱり個人的な感情が入っちゃうんで、審査できません。ただ、一般的な審査員の考え方を考えたりすると、アントニオさんに行っちゃうかなと思った。だけど、さっきも言ったように、1時、2時、準決勝ずっとまとめて、全体的に審査するなら、僕は亀井さんが間違いなく2位になると思いました。だから2位はどっちが2位で3位かは難しいなと思ったけど、ジェイデンさんが1位なのは、多分、そうなるんじゃないかなって僕は思いました。疲れました。寝ます。それでは、結果がいつ出るのかわからないんですけれども、明日この動画の続き、もし結果が出たら作って一緒にして出します。もし結果が出なかったら、これだけで、出して、で、また結果が出たら、動画を作ろうと思います。それでは皆様、おはようございますっていうのか、おやすみなさいっていうのかわからないけど、また、オリバー、ありがとうね、付き合ってくれて。寝ます。皆さん、おはようございます。もうこんにちはの時間なんですけれども、今起きてコーヒーズズってます。オリバー君見てください。僕はバリカンで帰っちゃいました。でもね、オリバー君毛伸びるのすごい早いんで、
多分何週間後には可愛くなってると思います。ね、オリ。さっき起きて、すぐにインターネットチェックして、あ、ごめんなさい、揺れちゃいました。ということで、さっき起きて、すぐにインターネットチェックしたら、亀井さんが3位、アントニオさんが2位、で僕の予想した通り、ジェイデンさん、カナダのジェイデン・イズイック・ザーコさんが1位という結果になっておりました。3人の方々、本当にもう素晴らしい演奏したのでね、3人の方みんなにおめでとうを言いたいです。で、亀井さん、残念でしたね、もう少しでしたねっていう言葉じゃなくて、もう心からおめでとうございますしかありません。彼まだ20歳、そして初めての国際の舞台だって読みました。初めての国際的な舞台でここまで頑張って素晴らしい演奏を次から次へとして、本当に将来が明るいなと思いました。この3人の中で、亀井さんは当然一番若くて20歳で、優勝したジェイデン・イズイク・ザーコさんは22歳で、アントニオ・チェン・グアングさんが27歳、みんなね、まだまだ若いからどん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 伸びていくのはもう間違いないんですけれども、一番これから変わるなって思うのは僕、亀井さんだと思うんです。20歳と22歳ってすっごく違う時期だと思うんです。ものすごく今伸びてる、音楽的に伸びてる時期なんで、だからこれからもうどうやって亀井さんが変わっていくのか、今でももう素晴らしいんですけれども、もっともっと人の心に訴えかけてくるような奥の深い演奏にどんどんなっていくんじゃないかなってものすごく期待しています。これからもますます頑張ってください。本当に楽しみにしています。ジェイデンさん、優勝ですね。僕にとってはもうそうだろうなって思いました。それはもう1時も2時も、準決勝の時も全部聞いて、もうそれが妥当かなとは僕は個人的に思っていました。ただ亀井さんもそれに本当に近い演奏をしてたので、正直僕、亀井さんが2位なんじゃないかなとは思ってましたね。運悪く1位の人と同じ曲でファイナルで弾いて、それも、なんていうのかな、国際的な審査員ってね、結構僕たちはもう本当に少ししか聴いてないけど、全員を聴くと、なんていうのかな、テクニックをバーッと出す人に厳しくなるっていう傾向が絶対にあると思うんですよね。厳しくなるっていうか、それと真逆の、なんていうの、もっと音楽の繊細的なこととか音色のことを重視した人が光ってきちゃうっていうことは特にファイナルではあると思うんです。で、もう本当にそういう紙一重の差なんじゃないかなって思いました。だからって亀井さんが音楽的じゃないとは言ってません。ものすごく情熱的で力強くて若々しくて、いい意味で若々しくて、もっともっとこれからも若々しい演奏してほしいです。で、彼が年を重ねていくうちに、その彼の演奏っていうのは自然に変わっていく。それが演奏を聴いていて楽しいところですし、皆さんブレンデルの若い頃のイスラム名とか聞いたことあります？ブレンデルっていう感じ全然しないんですよ。彼がイスラム名弾いてるんです。本当に情熱的で、それはそれでもうブレンデルの若き日の素晴らしい名演で、だから亀井さんも素晴らしい名演をたくさん今回僕たちに聞かせてくれて、これからの成長を本当に楽しみにしています。ということで、1位はカナダのジェイデン・イズイク・ザーコさん、2位は中国のアントニオ・チェン・グアングさん、そして3位に日本の亀井雅也さんでした。皆さん本当におめでとうございます。そしてお疲れ様でした。今日はこんな感じです。それではまた、もしこの動画気に入っていただけたら、いいねさんお願いします。それからチャンネル登録もお願いします。それでは、さよなら。